自閉の動画解放軍、動画で解放とか、めっちゃええやん。今日はちょっとブランドの守り方、交流の仕方、それについて説明します。え、ブランドなんて会社だけだろ。違うんですよね。皆さんブランド持ってます。あの自分自身なんですよね。私含めて皆さんの名前、それと顔ですね。それはブランドなんですよね。それらみんな傷つけられたくないんですよね。でも最近、Facebook とか Twitter、YouTube などの動画サイトで、 簡単にいろいろな人の顔を引用できるんですよねまあ原則まず最初に他人の写真などを自分のコンテンツで引用するとき必ず許可取ってくださいそうしとけば百パーセント安心ですそしてどのように作るかそういうことも伝えておくんですよね有名人など許可取れない場合その場合まあやめた方がいいでもどうしてもという場合は 極力失礼のない形でトリミングして傾けたりとかぼやかしたりとか変な編集とかせずに表示するそしてどこどこのサイトから取りましたそのぐらいを書いとけばいいですねまあそうすれば許してくれるかなそう思いますねあとは茶化した内容盛り込まない名誉を傷つけることそれも盛り込まないそれ他にはその自分のコンテンツが正直ゴミのようなコンテンツなんか悪ふざけとかする その場合、そのコンテンツの制作に参加してない人、引用すらしないでください。不快ですね。あとタイトル。例えばタイトルとかに、ね、汚い言葉が書いてる。なんか下品な言葉が書いてる。そういうタイトルに知らない間に誰かを引用する。無許可で引用する。よろしくないですよ。あの人ってブランドなんですよね。だから、傷つけてはいけないですね。些細なことでもイラっときますからね。 例えば自分の顔の枯れたゴミ袋を作られて、そこに生ゴミとか汚いものを入れて、それで、えーってやられたら、どう思いますタイトルにうなんとかとかって書いて、それで自分の動画が出したらどうします自分の顔が出したらどうしますまああまり良くないですよ。別にこれ、あの、下品な動画作るな。下品なコンテンツ作るな。そういうことを言ってるわけじゃないです。下品なものを作りたければ、その下品なことに賛同した人、それだけを集めて作る。 そののぐらいの神経が必要なんですよねこういうこと言うとあんなんか自閉ってそういう汚いもの嫌ってるのかそんなことないです別に面白いと思いますよでもそういうものに参加するのは完全に同意が取れた人それだけで行うべきですね私たちの顔名前全てブランだから他人の顔とか名前使う時には丁寧に使いましょう割れ物のように神経質に。じゃ 自幣の動画解放軍チャンネル登録よろしくお願いします。ます自閉の動画解放軍登録してねー。お願いします。<laughs> 登録してねー。あありがとうございました。ありがとうございます。